今は遠距離だけど昔は近距離別居だった天ぷら止めに、夫公認で邪気目で対応してみたら、すごい勢いで距離置かれた。止め宅の食べかすや髪の毛やらゴミが散乱してる家を、嫁こそおじじる。ああ、今から妖精さんたちとお茶会なの。あん内緒だったんだ。止めさん黙っててくださいね。止め宅のため続けた。嫁子洗い物汁。ダメ、ダメよ。私と水とは対極にある。いわば、エイラの関係性によって、この秩序が保たれている今、そんなことしては。と、ひたすら意味のわからない話を続ける。やることやってるのかという質問に対して、貴様には、いつか、本当のことを話さねばならないと思っていた。ふふ、そうだ。貴様の言う通り、私はなんたら国の姫。と、ひたすら意味不な前世の話を続ける。主に止めの菓子類を。買い物を行ってこい。は、巫女であるこの私が、あちらの方角へ行くのは、妖魔ともに食われに行けと言っているようなもの。少子千万だ。そばから見ると、どう見ても、私の頭が少子千万です、本当に。止めの反応は、最初ポカーンで慣れてきたのか、だんだん不二子るように。そんな止めに、悪しき者は風知るせなばならん。って言って水ぶっかけ塩を投げつける。セクハラウトにも同じ対応。そんなことを繰り返してるうちに、ウトメの襲撃はなくなっていった。塩の消費量が半端なかった。食べ物粗末にしてるんで、ドキュン返し。